はいどうも、森さんです。今回は前回の動画で言った通り、こちらのアレティのアイロンを使ってヘアセットをやっていきたいと思います。温度は140度で設定してあります。まあ、せっかくなので、メッシュが目立つように全部外羽でやりたいと思います。こうやってつまんでやるのもいいし、一気にこう幅広くガッてやってもいけちゃうから、これ結構いいっすよね。あと1000円くらい高くてもいいからね、ここにフェルトついてね、もうちょっと熱くならないような仕様だったらめっちゃコスパ最強だと思うんですけどね。まあ熱くなるのがそんな気にならない人だったら、まあ、かなりいいと思います。まあぶっちゃけ僕はそんな気にならないですね。アイロン慣れればね、そんなに耳挟んだとかおでこやけどしたとかってのもね、そこまではなんないと思うんで。本当にね、髪の毛がね、伸びるのが早い。じゃあ今回はオーシャントリコのエアを使ってやっていきます。これ今使ってて思ったんですけど、ワンダムとかアドストのアイロン使うよりもアイロンしてる時間が短いかもしんない。多分一番早くアイロン作業終わったんじゃないかな。マジでこのアイロンコスパすごいいいですよね。普通に使いやすいっていうね。こんなもんでいいんじゃないでしょうか。はい。前髪上げで、前外で、フォワードとリバースの外羽を組み合わせて作りました。こんな感じで前後の毛束で交差するようになってるので、メッシュとかもより強調しやすいような感じになってます。後ろは、こういう感じになってます。まあ、また真ん中に、ちょっと寄せるような感じで、シュッと。真ん中に寄せてください。はい、というわけで今回はアレティのアイロンで実際にねヘアセットしてみたんですけど、細いし広いから結構メンズでも普通に使いやすいですし、かなり時短につながったなっていうのがあります。紹介動画で見たんですけど、ここ熱くなるのが結構早いから、アイロン本体がね熱くなるアイロンがちょっと嫌だっていう人とかにはおすすめできないんですけど、まあ自分はアイロン使い慣れてて本体熱くなるのも気になりませんよとか、アイロンするのパパッと済むんでそんなに気になりませんよっていう人には、コスパがもう最強なアイロンなんじゃないかなと思います。地味にねここのコードがね360度回転するのもいいですよね。まああとはちょっとコードもうちょっと長い方がやっぱ使いやすいかなってのありますね。総合的に言ってかなり良アイロンなんではないでしょうか。もしね気になる方いましたら、下の概要欄に Amazon のリンク貼っておきますので見てみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。